こんにちは。ただいまより日本伝統音楽研究センター第57回公開講座をオンラインにて開催いたします。司会を担当いたします当センターの藤田孝則と申します。よろしくお願いします。本日はただいま画面上でお見せしている資料をお手元にダウンロードできるように用意しております。動画の紹介文の一番下にある URL をクリックしてダウンロードしてご覧ください。では本日の趣旨から説明します。能には大きく分けてしてと脇という役職がありますが、脇は能においては舞台の最初の状況設定をした後はずっと座っているだけの役という印象が強いかと思います。しかし実際に室町時代頃までは脇は能の謡い全体を統率するような重要な役でした。そして近代でも脇は謡いの教授にを重要な仕事の一つとしており、例えば夏目漱石は今日 SP レコードの録音に登場する宝生真に謡いを習っていました。脇が謡いを大切な仕事とする役割であることは今でも変わっていません。しかし実際のところ舞台で脇方の謡いをじっくり聞くという機会はあまりないと思います。そこで本講座では能の脇方下がかり宝生流の宝生金屋さん、今日は皆さんをさんと呼ばせていただきます。金屋さんをお招きし脇方の謡いをたっぷり聞いていただきます。では本日の出演者をご紹介します。画面をご覧ください。宝生金屋さんは言うまでもなく現代の日本の能楽の脇方を代表する存在とも言える方です。今日は宝生さんの謡いをたっぷり聞いていただければと思います。もう一方をお招きしましたのは小包型大蔵流の吉坂一郎さんです。吉坂さんは関西を代表する小包の名手です。今日は最初の忠則そして最後の羽衣で宝生氏の謡いをあしらう、つまり鼓謡いを彩っていただこうと思います。本日は隅田川そして羽衣の SP レコード音源も流したいと思っています。登場されるのは宝生金屋さんの曽祖父にあたります宝生真です。隅田川では加えて現在の本学の客員教授金剛久則氏の祖父にあたられる金剛巌諸世の声もお聞かせします。本講座では3人の講師の方をお招きしました。大西秀則さん、高橋純子さん、高橋陽子さん、永原純子さんのお三方です。では本日の番組を紹介します。第1部は道行きを聞くと題して、永原さんの解説の後に忠則の道行き部分を演奏していただきます。第2部は語りを聞くと題しまして、大西さんに SP レコードの説明、そして高橋さんに脇の語りと隅田川について解説いただきます。その後隅田川の先導による語り、続いて SP で先導と共助の掛け合いをお聞かせしたいと思います。第3部は天女の部下部下を聞くと題しました。普通の舞台ではしてや地謡が分担して歌う部分を今日は脇の謡いで聞きたいと思います。最初に永原さんに羽衣の解説をいただきます。続いて
しと脇の掛け合い部分を宝生真の独吟の録音で聞きます。そしてそれに続く天女の舞と歌の部分を宝生金屋さんの歌い、吉坂さんの鼓で聞いていただきます。最後に第4部では出演者の吉坂さん、宝生さん、それぞれに永原さんと高橋さんからインタビューを受けていただきます。終了は16時を予定しておりますが、少し長引くかもしれません。あらかじめご了承ください。それでは早速第1部から始めたいと思います。永原さん、どうぞよろしくお願いします。こんにちは、永原です。よろしくお願いいたします。それでは、忠則の内容と場面について簡単に解説をいたします。能の題名にもなっておりますこの忠則、これがこの物語の主人公です。平家の武将平忠則、平清盛の異母弟弟さんですね。で、官名と合わせて薩摩の神忠則とも呼ばれています。この忠則、武勇、武士として武勇に優れる一方で、素晴らしい歌も読める、つまり歌人としても有名でした。まさに文武二道、二つの道に秀でているという非常に魅力的な人物として描かれています。源平の戦いということで、残念ながら一ノ谷の合戦において彼忠則は須磨の浦、兵庫県須磨ですね、須磨の浦で命を落としてしまいますが、歌人らしいエピソードが平家物語に載っています。忠則、源氏に追われて都落ちをしていきますが、その際に一旦都へ戻ってきます。で、歌の師匠、歌人ですから歌の師匠である藤原俊成に、自分の歌をこう100余り収めた、100以上たくさん読んだ歌ですね、その巻物を師匠である藤原俊成に託します。で、俊成は朝廷の敵となってしまったので、その忠則の名を載せることをはばかって、いくつかその読み人知らずとして歌を千載和歌集に載せるというエピソードです。また、忠則が討ち死にした後に、その忠則のエビラっていう、こう矢を入れている道具ですね、そのエビラに文が結びつけてあって、でその文に、雪暮れてこの下影を宿とせば花や今宵の主ならまし、花というのは山桜と思いますが、そのこう旅の途中でその花、山桜の下でこう一夜を明かすというような歌が残されているわけですね、という歌が、エピソードとして残っています。このエピソードからこう武士、平家の武士でありながら和歌への愛っていうものを最後まで忘れなかったという、彼の人物像が浮かび上がってきます。さて、能忠則では脇として登場する旅の僧侶、これは、春勢の身内のものというふうに表現されますが、この僧侶の前に忠則が亡霊となって現れます。そして先ほど読み人知らずという話をしましたが、どうかその自分の歌を名前と一緒に載せてほしい、自分の歌をに名前を入れてほしいというふうに懇願、願いながらこうね、亡霊として出てきます。死んでもなおやっぱり自分のその歌を認めてもらいたいという、そういう強い気持ちですね、が現れています。そしてその出会う場所、旅の僧侶とその忠則の亡霊が出会う場所というのが
まさにその先ほどの歌に詠まれていた花、山桜の木陰であるというところなんですね。ここがやはりこの忠則の能の中心になる景色だと思います。さて本日皆さんにお聞きいただきますのは能の冒頭部分です。先ほど藤田さんから説明がありましたが、道行きと、呼ばれている部分ですね。で先ほどの脇、旅の僧侶が、都から西の方へ西国行脚に出かける道順が描かれて歌われていきます。西南の離宮、城南ですね、鳥羽離宮、西南の離宮、そして山崎、芥川、伊那、そして小屋池で有馬、鳴尾を経て須磨に至るということですね。関西にお住まいの方にとってはおなじみの地名が続いていきます。季節は春です。須磨に着くと磯辺に一本の山桜が咲き誇っています。須磨の桜ということで、忠則とこれから出会うんだろうな、この遭遇するんだろうなっていうことが予見される場面でもあります。脇の歌い、そして林、今回小鼓ですけども、その2つによってどのように、まず須磨の春の情景が描かれるのか、そして旅の僧と忠則の亡霊がどういうふうに会う場面になっていくのかというところが醸し出されていくと感じています。ではお聞きいただきたいと思います。先生方よろしくお願いいたします。
始まりの地理の浮世の芥川南の小笹を分けすぎて月も宿かる
それでは第2部語りを聞くに入りたいと思います。大西さんよろしくお願いします。はい、日本伝統音楽研究センター客員研究員の大西と申します。よろしくお願いいたします。これからこの後お聞きいただきます SP レコードの音源につきまして、ごくごく簡単に、お話をさせていただきたいと思います。2つの音源をお聞きいただくということは、冒頭に藤田先生の方からお話がございました。お聞きいただきますのは、先ほど、結構な歌いを聞かせていただきました、東大の宝生金屋さんの曽祖父にあたります、宝生新さん、この方の SP レコードの音源をお聞きいただきます。まず一つ目は、隅田川、これはですね、金剛流の初世金剛岩尾との、掛け合いになっておりますけれども、大正2年に、京都にありました東洋地根器株式会社というレコード会社ございました。こちらが作っておりましたオリエントレコード、実物はこちらですけれども、これの音源をお聞きいただきます。ですからこれは今おさること108年前の、録音ということになります。それで、SP レコードはこちらなんですけれども、今日お聞きいただきますのは実はこれ、CBS ソニーから出ておりました、LP レコードです。昭和53年ですね、1978年の正月新譜として発売されました能楽名人伝、それの金剛流というこの中に、この隅田川が含まれておりますので、今日の音源はこの LP を再生した、音源ということになります。もう一つは、羽衣です。これは昭和に入りましてからもうちょっと今の108年前よりは時代が下りますけども、昭和に入ってマイクロフォンを使う、録音をするようになってからキングレコードから、発売されたものということになっておりますが、オリジナルの音源が何であったかというのはちょっと、今のところまだ調べがついておりません。今日お聞きいただきますのは、これは昭和38年に発売されました筑摩書房から、現代能曲全集、現代謡曲全集という、そのシートのシリーズが、たくさん出ましたですけれども、これの第20巻この中の思い出集というところに入っております、羽衣すいません、宝生新の羽衣ということで、こちらからお聞きいただきます。で、このキングレコードを使ったということはこのそのシートにも書かれているんですけれども、実はこのキングには宝生新さんは、2枚組の羽衣、これがですね、昭和11年の11月か12月の発売なんですけれども、この2枚ものともう一つ、昭和15年の1月に発売されました初春謡曲集ということで1枚もので、羽衣を出しておられます。でこれのどちらかというのがちょっと今のところよく分かっておりませんけれども、いずれにしましてもこのキングレコードからの、録音を今日お聞きいただきます。でこの宝生新さんという方は、全部で SP レコード今のところ分かっておりますのが36枚、27曲を出しておられます。それでその中で蜂の木が一番多いですね。全部で6曲、6回吹き込んでおられますけれども、個人名義で、レコードを出した能楽師の中ではですね、非常に、たくさんの録音を残されたんじゃないかなと、思います。はい、それでは私のお話は以上ということで、続きまして高橋陽子さんにお渡ししたいと思います。高橋陽子です。よろしくお願いいたします。この後、
隅田川の語りを語っていただくのですが、今日の演奏会のタイトルは下がかり宝生流の歌いを大唐流小鼓のあしらいで聞くというものですが、語りの部分には鼓は入りませんし、そもそも語りというのは歌いなんだろうかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。確かに語りの中には歌うようなメロディーはありませんが、やはり歌いの技法を使った繊細な抑揚や緩急といった技巧を駆使して語られるもので、歌いの聞かせどころの一つなのです。ちなみに宝生弥一さん、今日の宝生金弥さんのおじいさんにあたられますが、脇の歌いという文章の中で大事な歌いどころに語りというのがありますというふうに言ってらっしゃいます。能の語りには脇語りだけではなく、しての語りや愛狂言の語りもあります。それぞれに性格が違っています。愛狂言の語りというのは、これは舞台で、一番よく耳にされると思いますが、一般的に前しが仲入りした後、自分が伝え聞いた話としてところの言われなどを脇に向かって語るという形がほとんどです。でその能の内容を説明したり補足するという役割があります。一方しての語りの方は基本的に自分のことを話すものでして、初めは物語風に始まりますが、だんだん気持ちが高ぶってきて情緒的詠嘆的になります。音楽的には、言葉から始まってそこに節がついていく。そして、語りから、そのまま表紙に乗った歌の部分につながっていくという形を取るものが大半です。しての語りがすべてこういう形式ではないんですけれども、これはしての語りの特徴であります。例えばトールであれば、昔トールのおとどが道の奥の塩釜を移して風流三昧にここで過ごしていたのだというふうに客観的に始まりますけれど、今はすっかり荒れ果ててしまったという話になる頃にはもう詠嘆調の節の部分に変わっていきます。そしてその後地唄の下げ歌上げ歌と、メロディーとか表紙がはっきりした歌に続いていって、してはというと、諸地織といってこう大泣きするようなそうした方を演じる場面に移っていきます。これに対して、脇の語りは、歌に変わっていくということはありません。言葉で終わって一つの物語として完結するものでして、叙事的な性格が強く、独立的な、要素が強いものです。しての語りほど数は多くありませんが、隅田川をはじめとして道成寺、接待、藤戸、八の木、七木落ちなど、どれも物語の中心となる重要な聞かせどころを語るものが多いです。道成寺ですと道成寺の重奏が金にまつわる恐ろしい物語を語りますし、接待ですと佐藤継信が撃たれた屋島の戦いの様子、合戦話というのが語られます。で隅田川というのはまた、これからお話ししますが、ちょっと違って大変、心に訴える内容でして、時間的にも一番長いもので、非常に難しいものと言われています。隅田川のお話は皆さんよくご存知だと思いますが、簡単にあらすじを申し上げます。都北白川に住む一人の母親が、我が子梅若丸を人買いにさらわれて悲しみのあまりに狂乱してしまいます。そして人買いたちが東に下ったという噂を頼りに、はるばる隅田川までたどり着いて渡し船に乗ります。してはこの母親、脇は隅田川の渡し乗り、母親を乗せた船の船頭です。船に乗っていますと向こう岸から念仏の声が聞こえてくる。で、同じ船に乗っていた男が、あれは何をしているのかと船頭に尋ねます。ここからが船頭である脇の語りとなります。でそれはちょうど1年前に
あの岸辺で一人の子供が死んだので、それのその供養をしているのだと船頭は語ります。でその子供というのはまさしく梅若丸のことだったのです。隅田川の向こうで母を待っていたものは我が子の亡骸を込めた小さな塚でありました。で母はそこで我が子の亡霊に出会うのですが、それもすぐに幻と決め消えてしまって、あとはただ草ぼうぼうとした浅地ヶ原が広がるだけであったという、大変悲しくまたやりきれない場面で能隅田川は終わります。能は200番以上あるんですが、その中で一番悲しくまた一番救いのない能だ曲だというふうに言われています。世阿弥の着手で30代で創生した観世元正の名作です。このように我が子梅若丸の死というものを母親は私森の話によって知ることになります。この話を聞くまではまだ、一縷の望みがあったわけですけれども、ここで完全に望みが絶たれる、悲劇が確定するのでありまして、その意味でこの語りの場面というのがこのドラマの革新的な場面であると言えます。また舞台上においてもここは非常に印象的です。しての母親は能面をつけていますが、私森の話が進むにつれて明らかに顔色も顔つきも変わってきます。もしや我が子のことではないだろうかと不安に駆られて一心に聞いているわけですが、その激しい鼓動や息遣いまでが伝わってくる場面です。ですがしての動きとしてはほとんどありません。語りの半ばに少年の故郷が都北白川、父の名前は吉田の何がしという下りに来た時にわずかに、下を向くうつむくだけです。で語っている船頭の方も、同情的な気持ちというのは伝わってくるんですが、ことさら身振り手振りというものは、全くありませんし、語り口も決して感情的ではなく粛々と語られるだけです。お囃子もここは何も演奏しませんので、囃子が盛り上げるということもありません。ただただ船頭の語りのうちにドラマが急展開して、それまでの春の隅田川の風景も空気も一変していく、こうした、静かで抑制的な演技のうちに大きな展開を見せるというのが、歌いの力でもありますし、また能という芸能の真骨頂でもあると思います。この語りが済んだ後、母親はもうたまらなくなってもう一度船頭に子供のことを聞きただす場面があります。この場面を先ほど大西さんが紹介されました SP 録音で今日は聞いていただきます。隅田川の語りというのは内容的にも曲としても大変重いものですが、ただ私森という役柄としては身近な庶民の役ですから、その造形についてはさまざまな困難があります。宝生新さんは能楽全書という本の中でですが、何といっても厄介なのは隅田川ですと言って自分の苦心談を苦労談を語っていらっしゃいます。また何十回も勤めてきたが一度も満足したことがないとも言っていられます。またその辺のことは、時間がありましたら伺うことにしまして、実演をお願いしたいと思います。宝生金也さんの語りの後に続けて、母親と船頭の問答の部分を、宝生新と書生金剛巌の録音でお聞きいただきます。ではご準備がよろしければよろしくお願いいたします。さても去年三月15日、いやしかも今日にて再来しよ、宮
夜行の人とて年次さえ分かりなる幼なき者を人は金土奥へ連れて下り候が、この人ならばぬ旅の疲れにや、ロシよりもってのほかに入れいし、この川岸にひれ伏し空来しを、の南方世には不徳心なる者の将来けるぞ、今を限りと見えたる幼なき人は捨てぼき、あきんどは奥へ下って空を去りとも、去りともと思いしかども、かの人たんだ弱りに弱り、すでに松子に泳いそろうほどに、あまりにいたわしく存じ、故郷を訪ねてそらえば、今は何をか包み参らせそろうべき、我は都北白川に吉田の何がしと申しし、人のただ一心にてそろ、我が名は目若丸、少年十二歳になりそろ、父には遅れ、ハワイ一人に添い参らせそろう、人は金土これまで連れて下りそろ、我むなしくなりてそらばば、このロシの土地につきこめてたまわりそらへ、それをいかにと申すに、まことは都の人の足て影までも懐かしうそろうほどに、かように申しそろ、ただ返す返すもはわうえこそ、何よりもって恋しくそらえとて、弱りたる息の下に念仏しごへんとなえ、ついに終わってそろ、さるほどに遺言に任せ武将を構え、印に柳を植えてそろ、
それでは続きまして第3部天女の武雅を聞く
それでは永原さんお願いします。よろしくお願いします。それでは、羽衣の解説をいたします。能羽衣は、各地に伝わっている羽衣伝説を元にして作られた能です。皆さんよく、ね、ご存知の、まあ、昔物語でもよく描かれるものだと思いますが、まあ、皆さんがご存知の昔話では天女は、羽衣をこう隠されてしまってその漁師の妻となってという展開が、まあ、よく描かれているんですが、能では嘆き悲しむして天女ですね、天女に脇の漁師さんはこの能では白領という名前で出てきますが、が、まあ、同情をして、まあ、悲しそうだなって同情して、すぐに羽衣を返してしまいます。だから昔話みたいに、天女とその漁師が結婚してみたいな展開にはならないんですね。まあしかしただでは返さないということです。白領は、まあ、素晴らしい天人の文学舞ですねがあると聞いている。でそれをここで見せてくれるんだったら羽衣を返してあげようという、まあ、交換条件を言うわけですね。でそこからのやり取りが、まずこの問答掛け合いと呼ばれる部分ですね。能の中の一部分です。まあ、師匠にもありますけども、まあ、天女はあじゃあ武学を舞ってあげたら返してくれるんだろう、まあ、交換条件を飲むということで、あ嬉しいな、あこの羽衣を返してもらったらそれで天上に帰れます、じゃあ、今すぐその、ね、ご希望の舞を舞って差し上げましょう。でもその羽衣がないと舞うことができないので先にその羽衣を返してくださいと天女が言います。すると漁師白領はいや羽衣をここで返してしまったら舞わずに騙して天に帰ってしまうんじゃないか、その手には乗らないというようなことを言うんですね。そこで天女の言葉です。いや疑いは人間にあり、天に偽り泣き者をという言葉ですね。つまり疑い、まあ、騙したり嘘ついたりというものは人間界にあるものであって天には偽りなどないのですときっぱり言うんですね。まあ、何回羽衣をこう拝見していてももう見てる私そしてこう観客、いやもう全人類がこうごめんなさいと言いたくなる場面です。もうそして大変こう恥ずかしさが込み上げてくるかと思います。で白領もあ恥ずかしいなと衣を返すのです。ここまでが能の問答と言われる部分で描かれます。そして、次の掛け合いの部分で、天女が羽衣を返してもらって身につけてその羽衣が風になびく美しい袖を翻す様を天女とそして白領が語り合うように歌っていきます。そしてこの掛け合いまでは、まあ、羽衣がなくなってしまった天女がですね悲しんだりあ元気がないなってこうとてもこう悲しそうな感じで話が進んでいって、でなんとなく天女の人間らしい部分というかですね、生々しくその人間の白領と天女が非常にリアルに先ほど私が解説したようにリアルに問答掛け合いがあるんですが、この問答掛け合いの次天女の舞に移っていくところからガラッとこう時間とか空間が変わっていって、天女のその素晴らしい舞によって舞台すなわち地上がですね極楽浄土のような美しさに変化していきます。その、世界観の転換の大事な部分、歌いと林鼓では、どのように表現されるのかとても興味があります。そしてですね今回は最初に、問答と掛け合いの部分
すなわち嬉しやさてはから、一曲を奏でもうとかや舞うとかやまでの部分は SP 録音をお聞きいただきます。で、その後、サシと癖の部分、天女の舞の部分ですねは、舞台で準備いただいて演奏をお聞きいただくということになります。それではお聞きください。嬉しやさては天上に帰らんことを得たり、この喜びにとてもさらば人間の余裕の片身の前激気を巡らす武欲あり、ただいまここにてそうしつつ世の浮き人に勤めし去りながら、衣もなくては可能まじ帰りとてはまず返したまえ、いやこの頃も返しなば無欲をなさでそのままに天にあがりと申べき、いや疑いを人間にあり天に偽りなきものを、あら恥ずかしさらばとつえ、衣を返し雇われば着しつつ芸商員の曲はなし、天の羽衣大変に越し雨に花の袖一曲を奏ぜ、もうどこや。数ある雨を
さがたの月のかつらの花やさぐ
敵を巡らす春の袖ぞ大変なそれでは、最後に第4部ということで出演者に聞くを始めたいと思います。聞き手は永原さんとそれから高橋さんにお願いしております。で、順番としてはまず最初に、吉坂さんに、それから続きまして宝生さんにお願いする予定です。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。いささか緊張しておりますがよろしくお願いいたします。率直に最初質問なんですけど、はい、普通の全体をこう公演で演じられるときはお囃子方がこう、鼓の他に大鼓、笛、そして曲によっては太鼓がいらっしゃるわけですけど、今日は、お舞台対鼓ということで1対1という演じていただいたんですけど、率直に言うと楽器が一つっていう違いはあるんですが、はい、その他こう打ち方をこう変えられるとか、はい、あと、それも含めて難しいというところがあったら教えてください。はい、今おっしゃったように普段は小鼓というパートは、大鼓とセットにこう演奏していくこと、太鼓が入るときはもちろん太鼓3人で拍子を演奏するんですけども、太鼓がないときは大鼓と小鼓で演奏していく。でその時に大鼓がまず先に小鼓よりも出ていって、でその後に小鼓がこう打つという、順番があるんですけれども、その大鼓がないと、小鼓は解放されるといえば解放されるんですけれども、その分大鼓が責任を持ってその一拍目最初に打ち始めてくれてるのを、それを受けて小鼓が普段だったら出てるのが、それがないので、非常に不安であることは不安なんですけれども、なので、一人でその歌いをこう生やすということは普段やっていないことなので、大変不慣れなといいますかね、あまり慣れていないことをやるという意味では非常に、難しいというか、迷いがありますかね。でも今解放という言葉を伺ったんですけど、解放されて逆にこう面白みとか楽しいっていう点がありましたら、本当はそうあるべきなんでしょうけども、僕はまだまだ未熟で一人で例えば能の中での小鼓っていうのは囃子方が何人かいる中のその中の一人、あるいは舞台の上にたくさんいわゆる、参加している中の一人の中の、自分のパートを、責任を持ってやってるんですけれども、それが一人になってしまうと、そこにクローズアップされてきますよね。当然囃子が一つが小鼓という楽器に、そこに、自分の力量がそれを何かをそこで表現するとか、そういうことが自分にはまだまだできていないと思っているので、一人あるいは舞台と一対一であるっていうこういう形式は非常に、苦手です。いや打ち合わせの時にもう本当に好きですか嫌いですかってお尋ねしたんですけど、はい、それに対してはやっぱり緊張、緊張はされる、緊張、ものすごく緊張します。普段よりもすごく緊張しますね。それが一番嫌な理由かもしれません。すみません、答えにくい質問で、はい、すみませんでした。で、やっぱり、歌いたい鼓というか、歌いたい鼓もあれば、そのお囃子の中のやっぱり鼓対大鼓、先ほどのお話みたいにあるんですけど、はい、やっぱりそれが
他のお話がなくって本当に歌いたい鼓になってしまうっていう緊張感で、その三つどもえという中からこう出して1対1になるっていうことでもやっぱ歌いの関係ともやっぱり違いますか？そうですね、まあ、大鼓と歌いと小鼓っていう関係だと、まあ、まず歌いがありますけれども、でそれに大鼓がこう俺はこうするっていうふうに出てこられたのに対して、だから2つの、まあ、呼吸を小鼓は、まあ、受けてといいますか、そこで判断して自分はじゃあどう打つっていうことをやってるんですけれども、まあ、大鼓がそこからなくなると今度は歌いの息を呼吸ですけれども、そこを、まあ、いかに盗んで、で、まあ、自分がこう打っていくか。なのでその例えば打ち始めの時に我々はタイミングを取るんですけども、つこういうふうに打つんですけども、その「つ」の部分に、まあ、大鼓が打ち込んでくるわけです。でそれを受けてこう自分は打っていくんですけども、その「つ」の部分を結局自分で歌いの息から取っていくっていうことなので、まあ、自由で あるんですけれども、まあ、非常に、うん、まあ、難しいというか、まあ、そこが面白いところでもあるんですけれども、はい、ありがとうございます。ちょっと実はまだ時間がありました、後でお二人にも出ていただいて、いろいろお二人お互いどう、ね、感じられているのかということもお聞きしたいんですが、ちょっとまた次のご質問もありますので、次の、はい、本庄金谷さんにお願いしたいと思います。でもその前に、はい、はい、今日の金谷さんの応対は打ちやすかったかと大変打ちやすかったですね。本当に僕たちは息を聞いて、その音を出てくる音を聞いてるんじゃないんですね。その発する前のその呼吸どのように取られてるかっていうのを感じて出ていくんですけれども、そこはやっぱりはっきりされているので、湧き方がその癖を歌うことはまずないですから、我々一番最初にやった道行きぐらいが、まあ、表紙合いでご一緒することなんですけれども、このあれだけ長い癖を脇の歌いで歌うっていうのは初めてでしたけれども、非常に打ちやすい方です。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは、はい、きまして、それでは本庄先生、はい、よろしくお願いいたします。今日は大変素晴らしい応対ありがとうございました。もうすっかり堪能させていただきました。本来でしたら多くのお客様をお招きしてということですけれども、オンラインでやむを得ないんですが、もう私たちは役得ということで、この殺風景な教室がもうたちまち、みやびなただのりの世界になったり、もう悲しい隅田川の場面になったり、本当に堪能させていただきました。ありがとうございました。その忠則、隅田川、そして羽衣という、もう全く違う役柄もしくは曲詞も全く違うものを次々にお願いするという、大変わがままなお願いをいたしましたが、切り替えも大変でしょうし、また、まあ、今日のお舞台のことでもそうですし、普段のそのお舞台でそれぞれどんなことを気をつけていらっしゃるのでしょうか？そうですね、常に気をつけ、何でもそうなんですけども、僕は幕かかってる前のかかった時に、その曲の役の何の役か、またどんなとこへ行くのか、どこの場所なのかっていうのを想像して、自分の中で想像して幕が開いて出ていくようにはしていますけど、とにかく最初に出て行って最初に歌うわけですから、そうが多いですね。大変な、もうその曲を決定するようなところがありますよね。出囃子がある場合はやっぱりその影響というのも、そうですね、でお囃子の先生がまず出られて、それで出囃子が名乗り笛だったり次第だったり一声、それが生やされるので、そこに乗って出ていければ一番いいんじゃないかなと思っていますけど。そうですか。
どの曲も大変だと思うんですけれども、はい、特に難しい曲とか、好きな曲というのはおありでしょうか。曲難しい曲は全部何でも難しいと僕は思っています。それと、好きな曲って言われるといつもあのクラマテングと簡単って申し上げるんですけど、それはあの短いからみんなそう選んでるんじゃないかと思われるんですけどそうじゃなくて、やっぱり簡単ですと私たち普段やらない役、夢の中に出ていくっていうことなので、歩みが違うんだっていうのを父親から言われて、それからいや、じゃあどうやって出ていくんだろうっていうのがあって、結局難しいっていうか、それがうまくできたらいいんだろうなと。クランバテングですと、あの昔の人で言うと名誉曲とか名誉職とか、なんかの年配の僕大子供の頃だとおじいさんだった森先生だったかがなさっているのしかほとんど見たことがなかったんですけども、自分がやれるようになるにはいつなのかなと、短くていいなと思ってたこともあるんですけども、いざやってみると子供花見がたくさん出た時には、じゃあこの子たちをちゃんと持たして幕へ引くまでがやっぱり役、それを瞬時に動けなければいけないのと、あとは文を読んだりするにはやっぱり品がなければいけないとか、その中でも強さもなきゃいけない、なんかそういうことを考えるとこれはやっぱり難しいな、なんか好きだって言ってもこんなこと言っちゃいけないのかな、でもそれがうまくできるようになったら少しは成長してるのかなと思うようにしてますけど。なるほど、グラマテングなどはもう出てきたと思ったらすぐにもう5分もいるかいないかみたいな感じですけど、物足りないということはないのでしょうか。全然ないです。じゃあ、今のようなご苦労というのを今度グラマテングの時よく拝見したいと思います。できているかどうかわかりませんけど、あ、本当に出てきたと思ったら引っ込んでしまうので、これはちょっと脇の方は、物足りないのだと思っていました。まあ、その今文を読む時の品とかおっしゃいましたけれども、はい、まあ、あの先生はもう大変品格が備わっていらっしゃる、これはもうどなたも認めることですし、汗が出てきて、菅先生は大変あの菅先生もあの品が終わりでしたけれども、非常に面白いところもありましたね。自然孤児の脇とか非常に表現豊かな、表情豊かなとありましたし、ドラマチックで、で八一先生はまたこれはもう大変上品な方だったと私もあの拝見していますが思います。それぞれ、今日は SP でさらにの新さんの録音とか聞いていただいたわけですけれども、どんなことをお感じになられたでしょうか。いや、あの保証心っていう人はいい声というのを聞いてて、はい、で父親もいろんな人にいい声だとかっていうふうに言われて、でもあんまりおじいさんがいい声だったっていうのは聞いてないんですけども、で私はあの今の宮川六郎先生、稔先生に、あんたはおじいさんに似てんのかなって言われて、あれそんなにそうか、俺はあんまりいい声じゃないのかなとそんなふうに思ったこともありますけど、でもあのその代わりおじいさんは強い歌を歌ってたっていうの、その中にもやっぱ品があるようなと思いますけど、はい、そうですね、もう隠しようのない品というのがあると思いますけど、その真の歌いは非常にまあ本当にいい声だし、はい、艶があって伸びやかですね、はい、でその中に、まあ、下坊将の今日もそうですけれども、非常に流麗な華やかな節扱いで、もう歌いの醍醐味ということを今日はもうますます、いや、そこまでできてるかどうかわかりませんけど、あの隅田川で言いますと、はい、例えば、まあ、一箇所さりとも、さりともと思いしかどもみたいな、あれは、まあ、例えば福王流なんかにはないわけですけれども、ああいうところも随分こう気持ちを込めた歌い方でしたね。そうなんだ、あの自分ではあまり意識はしていないんですけど、そういうふうに教わって、そこはちゃんと間を取れっていうような稽古だったので、
サリトモ、サリトモと、でそこのママちゃんと取りなさいっていうことだったので、でそれしかやったことがないので、あ、はい、すいません。ですから歌い声を見せていただいたら心かかる、はい、あかかる心とか、はい、そういうふうに歌い声にも、まあ、語りでも情とか下とか、はい、まあ、切るとか、はい、細かい節の指示というのがついていますね。そうですね、あの、上げ下げるっていうのはあのその言葉をどういうふうに持っているかっていうのと、口切りっていうのはそこはちゃんと切るんだけども息は切ってはいけないみたいなところが口切りという、なのでとその心は少しこう何ですかね、心持ちがあるとこを持ちなさいっていうことなので、はい、ありがとうございます。そしてあのそういうことはもう対面で教わることだと思いますけれども、はい、どんなお父様おじい様、どんなお稽古でいらしたでしょうか。はい、あの おじいさんの方は優しい、語り言えば優しいんですけど、おやじの方は怖いというのが普通というかなんですけど、もうあのそのうちにおじいさんの方が分かんなくて、おやじの方が分かりやすいっていう、あの結局普通にあんまり変わった教え方はしていないんですけど、おやじの方がやっぱ強く歌えばそれで済んでたものが、おじいさんの時はそれでは済まないみたいな、何遍やってもうんとか首をかしげられて、で結局その後誰と舞台出るんだって言うと親父ですって言うと、親父じゃもう一回親父さんに見てもらいなさいとなんか言われて、なんかやっぱりできてないんだなと、なんか心を折られそうな感じで最後の方はそんな感じでしたですけど、なかなかこう手取り足取りのお稽古というのはしていただけないもんですね。そうですね、なんかあのうん、そうですね、手取り足取りっていうよりは立つ場所はこことか、ああ違ったらそこじゃないとかっていうことでしか言う、そこじゃない、動いてそこって言ってどこっていうような、ああ、まあ、よくわからないとこでしたけど、でもその舞台の大きさによってそこなんだっていうのを多分言っているんだ、この今稽古してるんだったらそこで、あの申し合わせない稽古を行った時に大きい舞台だとそこでは違うと、もう一つこっち中とかマスク高めとかっていうようなことは言ってもらったこともありますけど、でもそんなことはあんまりなかったんですけど、違うとかばっかりで、違う、もう一度違うとか、そんな親父はそんなんでしたしね。大体玄人の方というのはそういうことが多いようですけれどもそういう中でもう全部盗んで身につけていくということですね。そうですね、あの割と脇連れに出させてもらってたので、舞台上で隣にいた時には息遣いを聞いて、どういうふうな息づしてがの言葉をどういうふうに受け取って、どうやってこっちはじゃあ出すっていうのタイミングじゃないですけど、そういうのも隣にいるとなんとなくこう吸収できるように心がけては最後の方はいましたけど。お父様やおじい様と一緒に歌いやすかったそうですか。あ、おじいさんとあんまり出てないんですけど、その絹田、はい、っていう曲の脇連れを一緒にやった時には、私は声を出してはいけないんじゃないかと思って声を出せなくなって、だん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 しぼしぼってなっていった覚えがあります。で父親とも普段向き合って次第道行き歌ってる時はそうもないんですけど、やっぱり絹田で絹田の作り物の前で脇が歌って、その後ろで脇連れが歌う時には、親父の時でもなんでこんなに取れないんだろう、一緒に歌えないんだろうっていうなんか苦労はありましたですね。だからもう脇連れは歌わない方がいいんじゃないかと思うぐらい、なんか全然結局最後まで一回も あったっていう、うまくいったって覚えはないですね。そうですか。
まあ節遣いがとても細かいですし、まあ、その空気というものがやはり合わせるのが難しいということがあるのでしょうね。何かが違うんでしょうね、何が違うって言われてもわからないんですけど、どうしてもやっぱり合わないって合わないんですよね。誰か教えてくれたら一番いいんですけどまあ今お家元として例えばまあ歌い本も出してらっしゃいますし、はい、下坊所の会も主催してらっしゃいますし、はい、あの下坊所の会あの復活みたいな感じで前は前僕ら知らない頃はあったみたいですけども、で、父親がいる時にやっぱりもう一回やろうっていう話になって、会をしだしてしましたけど、それでそのとおじいさんからあのうちの方も五番閉じの本が何冊かあるんですけども、で一冊ずつやっぱり作った方が一冊本を作った方がっていうので、おじいさんと森先生松本先生もその頃はいらっしゃいましたね。で、その時の家元とでそれをおじいさんが引き継いでずっとやって、で親父が少しまた続いてたんで、これは全部一応うちのある曲は全部一冊分を作ろうと今一生懸命やってるところなんですけども、あの変なことをお尋ねしますが、こそでそがとか基礎とか、脇が出ない、そういうのはないですね。あ、ない出さないんですか。はい、あのそれはうちになぜか沖縄だけはあるあったので、それを親父が作ったんですよね。あのでどこなんでこんな沖縄がうちにはあるんだろうと思っているんですけど、うん、でもこそでそがやはり基礎はやっぱないですね、はい、あ、じゃあお稽古も出さらないですか。はい、したことないですね。あ、そうですか。あ、ちょっと変なことを出すね、はい、すいません。あの下坊所の会というのは大変面白い会ですので、皆様のホームページを、下渡り保証のホームページをご覧になりますと、ギャラリーがありまして、もうたくさん写真が出ていまして、はい、保証さんがあのもみじ狩りでたくさん美女たちを、連れてですね、先頭で待っているような写真もありますので、大変美しい写真ですのでご覧になっていただきたいと思います。私ばかり喋ってしまいました。いい、はい、大丈夫です。あの逆にあの先ほどの質問じゃないですけど、ええ、あの今日お相手された感想をお聞きできる。いや、それはあの吉坂先生よりも私の方が多分緊張してていると思います。歌うことが人前で歌うことがないところを歌うことになってしまったので、もう本当に逃げ出したくてしょうがなかったんですけどもう本当に嫌ですねいや、もう堪能させていただきましたし、やはり脇の歌いというのをこれからもっと私たちは聞かせていただきたいと思っています。あの、まあ、江戸中期の標本頃の番組なんかに、あ、まあ、うちうちの催しですけど脇の語りが1日に6番も出てたりとか、そういうこともありますし、皆さん脇の歌いというのを楽しんできた歴史というのがありますので、はい、これからもっと聞かせていただきたいと思っています。うちの流儀は他にもいるので他の人にしていただいてありがたいです。またぜひ、はい、こういう機会にぜひお越しいただきたいと思っております。素直にはいと言えない自分がいるんですけどはい、時間は今大丈夫ですか。はい、はいはい、では、まだまだ お聞きしたいこともありますけれども、はい、そろそろ、ここでお開きということにさせていただきまして、はい、本当に、包丁先生、吉坂先生、本当にありがとうございました。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 本日は能楽演奏会その1を最後までご視聴いただきありがとうございました。出演者の皆さん、そして講師の皆さん、どうもありがとうございました。感謝申し上げます。
なおですね、本日のライブは後日若干の編集を加えて YouTube にアップロードする予定です。その説はまた、電音センターのホームページなどで告知いたします。今後の予定ですが、能楽演奏会その2として、秋頃を予定しているんですが、本学の客員教授の、金剛流宗家、金剛久典氏をお迎えして、同じ形で、開催する予定です。詳細が決まりましたらホームページなどで告知いたします。それともう一つ、本年度公開講座の予定がございますので、竹内先生からご紹介いただこうかと思います。本日はご清聴くださいましてどうもありがとうございました。電音センターでは、本日行いました公開講座、それから今、コロナということで、電音セミナーという催しについてもこのようにオンラインの形で開催を、させていただいております。詳しくはホームページの方にその都度情報を掲載してありますので、そちらをご覧いただきまして、またご視聴いただければありがたく存じております。で、私の担当としまして、3日ほど前にやるかやらないかを、考えたところで、まだ検討中でございまして、最終的に、いついつ行うかということはまだ決まっていないんですけれども、今年度の、後半、寒くなってからになると思いますけれども、その時期に本学が今移転を準備しております下京区の数神地区で伝承されている祭り囃子につきまして、何らかのご紹介をするような講座をしたいというふうに考えております。ということで、私からは以上なんですけれども、一度、藤田さんにお返しをいたします。はい、以上です。本日はどうもありがとうございました。